はい、今ですね富山駅に到着しましたよ。これからですね富山駅で飲み食べしたいと思いますわ。やっぱりね富山来たらね富山ブラックですね。富山ブラックも食べたいし飲み屋も行きたいです。なんか初めて富山に来たんですけどね、やっぱりちょっと寒いですね。寒い、なんかねいい感じですわ。 Thank you Thank you って言ってありますね。あー、ここ多分ライトアップするんでしょうね、夜になったらね。まあ夜になったらライトアップすると思うんやけども、もうね今日は日帰りなんでね、私はもう帰りますけども、あー、ここにね路面電車が走ってるんですよ。富山に路面電車があるんですね。なんか一瞬ちょっと鹿児島に来たような感じしますね。鹿児島の駅もね、駅前もねこうやって路面電車が走ってたんでね、テンションが上がります。でね、今からちょっと横断歩道あったんですけどね、道路の向こうにはね山が見えてね、雪化粧なんですよね。いいですね、これ。ちょっとテンションが上がってました。今ねちょうどねいいお店が見つかりました。アラさんっていうところですわ。昼酒ができるんでね、2時までだと思いますんで、2時までですけども、いろいろ楽しんでいきましょう。ここはね日本酒が飲める、その富山の日本酒が飲めるねいいお店なんで、撮影許可もいただきましたんで、こちらの方で飲んでいきたいと思います。はい、まずはですねハイボールからいただきたいと思います。お通しはね雷豆腐っていうものらしいんですよ。雷豆腐っていうのは私食べたことなくて、どんな感じの豆腐なのかちょっといただきますね。雷でも落ちてくるかもしれませんけどね。木綿豆腐 めちゃくちゃ美味しいバージョンですよ。これ雷豆腐っていうのちょっと初めてですよ。でもほんまに美味しい。雷豆腐は江戸時代のね、はい、料理なんですよ。あ、江戸時代の料理なんですか。江戸時代からある料理。姉妹品に雷こんにゃくってあるのがあって、はい、あ、これはやっぱこの富山県あたりのものですか。まあ、ではないとは思うんですけどね。あ、まあ、和食としてやってるものなんですけど、はい、昔はちょっと油使うっていうのはなかなかなかったと思うんですけど、はい、フライパンとかもないしね。あ、陶器のフライパンみたいなやつで、はい、こう熱して、はい、で油を入れて、はい、で熱したところに豆腐をバッて入れたら、バリ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 って音するんです。あ、それがそれでか、あ、雷、あ、それはそうですね、雷の音に聞こえますよね。雷豆腐、美味しい。もうね一発目はハイボールですけども、ね、2杯目はやっぱり日本酒ですね。日本酒のマント、やっぱりねせっかく富山に来たんやから。またここ日本酒安いんですよね。うん、なんか350円からだいたい500円ぐらいまでの間でこう地酒がね飲めるんですよ。しかも富山の地酒でしょうね。アラさんっていうお店いいですよね。ここなんかね気に入りましたわ。大将もなんかかっこいいし、ね、会話も楽しい、ほんまに、うん、こちらですね富山の地酒のあけぼのっていうお酒なんですけどね、こちらね分かりやすいように富山の地酒の、酒室の表っていうのがあります。またこれねこの辺にこっちかこの辺に出しますけども、辛口の、まあ、すっきりね辛口の、君酒、香りが豊かな華やかなねお酒っていうちょっと表で見ると、このあけぼのがね、辛
香り豊かですっきりっていう感じで、君酒っていうね、まあ、種類に分けて、まあ、分かれてますけども、その君酒っていうのも飲むんですけどね、ちょっといただいてみますわ。料理が出来上がるまで、ね、我慢できないんで、お酒ちょっと飲んでますわ。これすごいですよね。これね、ちなみにお値段400円です。安いですよね。あ、分かりますわ。すごいね、すっきりなんやけども本当にね、香りがね華やかですわ。飲んだ時にね、口の中に広がるね香りがね、やっぱり美味しいです。うん、やばいです。ほぐしていって、はい、から入りしてまぶすっていう、そういうちょっと手の込んだお料理なんです。このまだらの昆布締め、まだらの昆布締めですね。すごい郷土料理、昆布締めが言うね、なんですよね。これうまそう。ほんで水だこね、これちょっと生きてましたもんね。生きてるところをちょっとね、ちょっといただきますよ。白身はありがとうございます。美味しいですね、やっぱりね。あ、九州博多じゃないの？博多ですよ、昨日行ったのは。はい、この日本酒とまた合うわ。うん、あ、たまんないですわ。お刺身はね、日本海のね、富山湾のお魚ばっかりで、もう新鮮なのがよくわかります。すっごい美味しい。味を見てもらえば、うん、味重視なんで。いや、まあ、味、見た目も綺麗けど味、口の中にこの広がるお魚の上品な脂がいいっすわ。でこれでね、ちょっと流しますけども、はい、あ、もうめちゃくちゃこれ日本酒と合います。もう間違いないですね。いや、もう、うん、ここすごいな。そうや、ここなんかちょっと調べたらなんか料亭やられてるんよね、確かに。ですよね、だからやわ。荒川っていう、今年54年そうですよね。まあ一応はそれの、はい、それのアンテナショップみたいな意味合いで。あ、だから本当はすごいいい店なんや、めちゃくちゃクオリティはそのままに、手軽にこう。そうですよね、一応そうですよね、クオリティそのままで、ここはちょっと安くね、されてますよね。そうですね、あとまあ量を少しちょっと減らして、あ、いろいろこう山の幸を、はい、味わってもらう。あ、だってもうほんまに料理が全然違うからね、え、びっくりします。うん、うまい。いろいろ僕の趣味で、趣味でじゃないけど、まあ、はい、やりたいようにやらせてもらって。ああ、ここはね、ここはね、うん、だからやっぱ本店作った時と、はい、その2店舗目作った時と3店舗作った時と、はい、どんどんお客さんのとのこう距離を縮めていこうっていう店作り。まあ、もう立ち飲みって書いてあったけど、まあ、立ち飲みじゃないんやろうけど、ここは、でもこうだんだんね、こうカウンター越しやから近づいていきますよね。そうそうそう、作るものもみんな見てもらって、聞かないところもあるけど見てもらって、いやいや、そんなん全然綺麗にされてますよ。で、まあ、会話も僕らが作る、仕入れたもの、作ったものをダイレクトに伝えたい、はいはい、そうですね、でダイレクトに伝わってきますわ、はい、見てるし、目で見てね、うん、こうね、切られてるとことかいろいろ目で見て提供されて、うん、だからすごいなと思いますわ、本当に。だから、まあ、そんなに大勢は相手できないけど、まあまあまあ、まあ、このくらい
ここのちょっとホームページも拝見させていただいたんですよ、来る前にね。あで、あ、料亭やられてるところにのあ、ね、そういう立ち飲み屋ねなと思ってね、あー、と思って。向こうの方で、東京の方でやっぱお客さんから、その本当の方は日中祭日休みなんですけど、はいはい、で昼もやってないし、お客さんからやっぱりそういうちょっと大事なお客さんとか連れてきたりとか、はい、電車乗る前のね、はい、1時間とか、あ、ちょろっとね、日曜日とか送らなあかんとか、そういう時になんかちょっと手軽に、そうですね、ここは手軽に、うん、見せていないかなっていう話されたので、ずっと何人かから聞いてもらってて、ようやくここに出たのが5年前です。ここはね、ほんまに手軽に来れて、手軽に飲めて、サクッとね。そうそうそう、短い人20分ぐらいでね。20分、サクッとサクサクと2杯と、まあまあそんなもんですけどね、の飲む人はね、ささっと飲みたい人はね、そういう使い方でも全然 OK。 でも素晴らしいお店です。いいお店に巡り合いました、富山。うん、こちらですね、タラのこの昆布締めということでね、やっぱりね、これ富山の郷土料理なんですよ。ちょっといただきます。日本酒に合うと思います。めちゃくちゃ美味しいよこれ。これタラの昆布締めめちゃくちゃ美味しいね。これまた酒に酒進む、これは進むわ。そういうこと、あ、いいわ、ここめちゃくちゃいい店やわ。いや、本当にもうめっちゃ美味しい。ゲンゲニが出来上がりましたので、ありがとうございます。こちらゲンゲニというね、郷土料理ですわ。まあ、深海魚らしいんですけどね、実はこれね、ゲンゲからすごく美味しい出汁が出るということで、味付けはほんまにシンプルに醤油で、少しだけね昆布が入ってるらしいだけで、あとはね、このゲンゲから出るすごい、どんだけ美味しい出汁が出るかっていうのをちょっと楽しんでいただきたいということでね、ちょっと私ちょっとこれいただきますわ。本当にね、醤油でしか味付けてないんですよ。あ、これ深い、美味しい、めちゃくちゃ美味しいですね。何この味。飲んでもらった後にネギ入れます。あー、ネギはね、いいですけど、まあ、これ分かりました、ありがとうございます。ありがとうございます。昆布と醤油だけですか、本当に。このね、ゲンゲのね、あの煮物中のさっきちょっとね、スープを先いただいたんですけど、今度このゲンゲ自体いただきます。深海魚、うまっ、これ骨ごといけますわ。でね、このだしにね、ご飯ちょっともうほんまにね、なんていうかな、庶民的な感じでご飯入れてね、だし茶漬け間違いないで、これ。うん。穴子の風味を。穴子、そうだね。穴子みたい。でもうなぎみたいなこともあるし、すごい。これはちょっと本当にやばい。原型ですごいです。次にですね、エビのふわふわ揚げをちょっといただきます。これね、大将すごくね工夫されたね、あの料理らしいんですよ。あの白エビですよ、白エビね、白エビのふわふわ揚げです。いただきます。これも美味しいな、この白エビのふわふわ揚げ。なんかね、もうエビがね、ギュッとこうギュッと詰まってて、口の中にこの広がるエビの香りがね、もうすごいんですよ。もうすごいっていうか、もうほんまにね、でね、エビのね殻も入ってね、エビの殻も入って、エビの身も入って、もう食べた時にね、口の中にこうふわーっと広がるね、まさにふわふわ感ですわ。見た感じなんか厚揚げのようにも見えるけど、厚揚げじゃなくてね、ね、あのかまぼこみたいにね、弾力があるわけじゃなくてね、ほんまにね、ふわーっとしたやつ。これちょっと皆さん食べてほしい、来たら。マジでね、これ日本酒とまた合うと思いますしね。あー、うまい、もう最高。次ですね、3杯目
日本酒で言うたら2杯目やけども、これもね、吉野友っていうの総酒ですわ。一番ね、総酒のでな、すっきりです。すっきり辛口、一番このお店で辛口かな、この表で見たらね、から一番辛口です。ちょっといただいてみますね、またどう違うのか。あ、これね、またね、あの爽やかな、なんかこうすっきりした香りがあって美味しい。これもまたね、料理に合いますよね、うん、こちらね、カニ味噌なんですけどね、カニ味噌ってね、足が早らしくて新鮮なうちにね、処理しないといけないということで、で、あとこれね、なんとね、カニね、5匹分らしいですわ。5匹分ってなかなかね、とれ贅沢ですよ。かなり贅沢だと思います。ちょっといただきますよ。うわうわ、これもう一切味とかで、一切つけてないらしいです。もうそのままらしいです。ちょっといただきます。これはもうめちゃめちゃ美味しい。めちゃめちゃもうやっぱ酒でしょ。もう酒や。これ一切調味料なしっていうか、すごいなと。あーんま、これはもう自然な味わいですよ、うん、あのね、瓶の、瓶のカニ味噌とかあんなんじゃないんですよ。全く違いますわ。私瓶のカニ味噌とか食べたことあるんですけどね、ちょっとね癖があるんやけども、あれとは全く違います。たまらんわ。うん、うまあ、すぎます。ホタルイカですね。うわ、僕がいつも食べるホタルイカとはちょっと違う感じがします。いただきます。え、ホタルイカの奥漬けてこんな美味しかったですかね。うちの店が、はい、彼が水切り富山で一番最初に出してるんです。だって僕今までいろんなところで食べてますけど、全然違います。50年前からやってるんですけど、はい、とにかく親父大阪職人だったんで、はい、年来た時に、はい、富山のこの小鳥が使って水切りするにあたって、はい、まあ、一切その保存料を使わないという、はい、まあ、当然ですけど、はい、水で洗わずにお酒で洗ってお酒ベースの出汁に一回つけ直しするんです、はい、それでこの香りと味を出す。いや全然美味しくて、ほんでね、ちょっと柚子かな、これすだちかな、柚子かな、はい、また香りも広がってすごい美味しい。これはちょっと今まで食べたホタルイカとちょっと違う。なんか今までのホタルイカで、ね、苦味というかね、まあ苦味っていうかなんかちょっと違うんですよ。どういったらいいかな、醤油辛さだけっていうかな、うわー、それも昆布焼きで、うわー、ちょっともう一番美味しい食べ方だと思いますわ。ポン酢も何をつけるの？あ、めちゃくちゃ美味しいのとね、なんか牡蠣ってね、最初に食べた時にちょっと癖があるんやけど、これ全く癖がなくてね、なんかプリプリっとした食感なんですけどね、海の香りと 磯の香りっていうかな、で自然なこの あの辛さっていうか味。ポン酢も何もかけてませんよ、全く。幸せになる、幸せになる。素材そのままっていうのが一番幸せなんですよ。いやそれがね、でも素材そのまま食べれるというか、それだけいい素材やからでしょう。全くこの味付けなしで、こんなん僕牡蠣食べたことないです今まで。必ずポン酢かなんか塩かみたいなかけるんですけど、まあ大体ポン酢ですけどね。だけどカニ味噌もそうだし、うちはそのできるだけ調味料の数を減らすと思ってます。創業以来のほとんどその調味料を使わないということですよね。調味料、まあ使わなきゃならないものもあるし、まあそれはそうです。若干極力減らすと、なくていいものは使わない。これがその後味がそのすごい幸せになる。そうなんですよ。ここの料理さっきはちょっと思ってたけど、後味が美味しい、すっきり。これはやっぱり調味料使うとどうしても下に残ってしまう。そうです、そうです。あ、そういうことなんですね、うん、いやほんまに
後味がいいんですよ。後味がいいものは酒に合うんですよ。合う。でまたねこのちょっと柿の上に乗せて大根ですかねこれ、これがまたいい仕事してますわ。うん、このねサクサクっと食感がまた残るしいいですね。これほんまにいいっすわ。めちゃくちゃ美味しい。昆布からの出汁もね出るんかなんか。小さいけどもこの柿の出汁が染み込んだ昆布を唐揚げにするとめちゃめちゃ美味しい。小さいけどね。いやめちゃくちゃ美味しい。とにかく他のものをやってもこの味が出ないんだけど、確かに柿の味はしないんだけど、はい、昆布がうまい。ただ昆布新品のやつを唐揚げただけでこんな味出ないっていう味が出ないんです。これは今揚げます。今ですね、アラさんで食べてきましたけどね、ここは本当にね、あの富山の料理も味わえるお店でね、すごいんですよ。ほんで本店がね、あの料亭されてるんですよ。料亭なんで味は間違いないです。ここはね、本当にね、あの店主と会話を楽しみながらあの食べれるお店なんで、もしよかったらね、アラさん来てください。立ち飲みっていう書いてるんですけど、椅子があってね、なんか落ち着いたお店になってますんでね、すごいあの会話を楽しみながら、食べれる、富山湾の幸を十分存分に味わおうというお店なんでね、よかったら来てみてください。ということです、昼飲みもできますんでね、いつもですね山城の YouTube を見ていただいている視聴者の方々、本当にありがとうございます。よろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。お疲れ様でした。